コントローラーだとクラッシュしちゃうってあんま聞いたことないけど、そんな。いいですね。おい小僧起きろ、もうすぐ着くぞ。ちょっとぐらいは喜んでるふりとかできないかね。お父さん、あ、仕事でなんか田舎の方に、あれかな、仕事、それもお父さんの仕事じゃなくて子供の仕事でなんか引っ越すんだって。1ヶ月間この田舎に子供があれだって、閉じ込められる。僕夏だ、だから。めっちゃイラスト屋みたいななんか画像出てきたんだけど。なんて言うんだっけ、あのさ、あれなんて言うんだっけ、左遷だ、多分そう。左遷おめでとう。仕事、なんかチカチカしてんのめっちゃ。OBS。仕事がうまくいくためのヒントを少しあげるよ。あ、イラスト屋だ、やっぱ。で、運送屋。荷物を、まあ、届けなきゃいけないと。届けないと一日が終われない。異常をカメラで撮って探しましょう、だって。探し回って見つかると赤レッドウィルアピール R でマウス、じゃ R マウスか、 L マウス。会社のロゴが書いてある。これさ、 OBS めっちゃチカチカしてない？気のせい、これ。何か、うち OBS 動いてないな。これでどうでしょうか。これでどうでしょうか。一日の終わりに、この、会社のロゴが入った、青い建物を探して、探しましょう。いいね。今、チンチン見てたわけじゃない。って感じか。あれみたいじゃない？あれ。ニューソングだって。お。インサートディスク。おお。そのためのヘッドホンか。歩きどうにかなんないかね。え？これ異常じゃないの？異常じゃないってあれ。香りベイズーム。
どういうこと？これ上がれんのかな？これ走ってる。これ歩いてる。これ走ってる。これ歩いてる。この町にはパズルがいくつかあります。ノート、ノートっていうかメモかな。メモが、メモを探して、メモを見つけたら見つけることができます。パズルマスターより。パズルマスターのヒントだ。これが新しいところ。新しい住処。入る前に誰か、他町の人と話そう。はい。いいんだろう、どうせ。カオリベイダン、これあれしか取れない、貝しか取れないよ。普通の写真が撮れない。ゴミ箱が吊るされてるよ。貝ではない。めちゃくちゃ下手くそな像が立ってる。町の人誰もいないんだけど。この家ボロいな。よし行こう。ウォーニングスケアリーだって。あ、めっちゃゾワッとした今。え、あ、あ帰っちゃった。フィックション、めっちゃゾワッとしたんだけど今。怖っ。はい。これ何？払ってるのかな？払ってるのかいよ。これは学校っぽいな。随分小さいけど。よし、行こう。ちょ、間違えた。ん？これ簡易じゃないの？ただでっかい人がいるんか、これ。ちょっと待って、でかすぎない？恐竜の足跡みたいになってるけど。こういけないっぽいな。あ、くそ。通り道にコーンがあるよ。これじゃあ先に行けないな。行けるだろう。って感じですね。な、ケツたるみすぎだろ、こいつ。なんか、ないかな？貝いないかな？これ、ボロ屋全部同じだな、お前。なんだ、これさっきから足跡が、真ん中の方に向かって、え、まさかこいつ。これ、こいつの足跡じゃね？ほら。なんか日本の自販機。全部100円のやつ。ねえよな、こんなん。あ、自販機だ。でもお金持ってないな。I'd be back。 なんかいないかな。え、貝見つけるの面白いね、普通に。なんかスルーっている感じが面白い。ちょっとびっくりする。こんにちは。あなただけ？届け物ここにしかできなくない？それだったら。すいません。ノーススター配送運送会社の社員としてを代表して、ここに来たんですけれども。あなたにお届け物があります。
カビ、違う、モールド、ニコラスモールド、モールドカビだね。あ、どうもありがとうございます。じゃあ少し質問でも、てんてんてん、おい小僧、速度は好きか。え、早く行ったり早く進んだりするやつですか。いや、まあ嫌いじゃないですけど。うん、だと思った。君からはなんか尊敬に値するオーラのようなものが出ているのを感じるよ。私と喋れるの、私との会話が終わったら、この家の周り、私の家の周りを少し見てごらん。ウェルカミングギフトってなんだろう。あれ、待って、待って、待って、ちょっと待って。嘘。これさ、ずっと進んでなかったカメラ。くっそ、悔しい。嘘。え、なんでだろう。ちょ、やだけど画面キャプチャーにしなくちゃいけないの、じゃあ。ちょ、待って、嘘、ずっと進んでなかった。うわ、もう超最悪。まあいいや。うん。じゃあいくつかの質問、私の質問に答えてもらえますか。うん、あ、まあもうあれに続きにも起きないわ、ちょっと長いし。ちょ、投げテキスト。うん、こんな感じでした。ゲームあんな、なんか OBS バグらせてくるのも珍しいけど。ニューソングだってこんな感じでした。音楽流すの、あ、おっせえと思ったんだよな。貝探すのも、こんな感じでなんか、街中に普通になんかいるんだよ。それを探していきます。こんな感じの街でした。ケツたるみすぎなのもこいつでした。貝いないかな。ここに行った時にあそこに貝いたんだけど。ウォーニング。どうやって上行く？上行かないか。なんかね、貝っぽいやついたんだよね、てか。うん、あれ、貝っぽいんだけどね。帰っちゃおう。あんな感じになんかいるんだよ。こいつなんかでも貝じゃないんだよ。レンズのこの真ん中の部分が赤くなるんだけど、貝だと。取れないから。もう本当にただ誰かが置いただけある。めっちゃいいゲームっぽいから、この最初の10分ぐらいがあれだったの。ショックだ。これが自分の家ですね。PV アドベンチャー。これなんか、前遊んだな、これ。まあ遊んだぞ。関係あんのかな。なんかレモン。パン。おいおいおい。トイレットペーパーのやつがないじゃん、これ。割れてる鏡。で、大きめの冷蔵庫。一人暮らしには、十分すぎる。ん。おお。これがあれだな。
回のリストだ、これが。え、イービルスケルトン絶対あれじゃん。まあいいや。寝るか。あ、この部屋の中見るべきだった。天井絶対なんかいたし。のこ 2days ってなんだろう。 day2 のことかな。あ、ここで写真撮れないの。でもちょっと開いた。よし、荷物がなんか積まれた。そう。ちょっと待って。どうしてもこいつが気になっちゃうな。ここからだと撮影できるとか。イービルスケルトンだと思うんだけどな、こいつが絶対。原付もだいぶボロいな、なんか。で、これコーンがあったとこ、うん、あれコーンどかしてくれるって聞いたのですが、ニコラスさん、今日のお届け物です。うわ、広いの、なんか。絶対いる、なんか。アワードアツードア、どういうことだろう。この移動が遅いのめっちゃネックだな。なんなのこいつ。電車故障中だって。
た。こんな感じですよ。でこいつ随分穏やかだなっていう。前のやつはねもっと動いてたよ。あと特定の場所にいると出てくるやつがいるっぽい。特定の条件、そういうのも大事っぽい。アワー・トゥ・アワー、ドア・ツー・ドア。アワーとか1時だよね。ん？アワー・トゥ・アワー、ドア・ツー・ドア。これがパズルマスターのヒントなんだろうけど。アワー・ツー・ミニッツか。あ、アワー・ツー・ミニッツか。じゃあ、1と、8か。1時の方角と8時の方角だ。ん？おう、おお、映ってるよね。はい。お！これ近づいて大丈夫なやつ？ヘイ！大男。異常だ。ビッチ。怪じゃない。いいよねこの雰囲気、なんか独特で。左側から行くといいと言われました。出たこの石像、誰でしょう。こっち側にラブリーカップルがいるって。この人前もあったよ。一番最初に見つけたのがね、この人だった。使い回しはちょっとだけ慣れちゃうな。喋れない。デリバリーガールなんだこれ。夕方になんか骸骨がいたって。ちょ、テキスト多すぎだ。まあインディーゲームのテキスト問題。なんか話す速度が、話す量が多いと話すのが億劫になるわ。色変えてくれるってバイ君。うん、変えてくれないっぽい。まあいいやそれでも。何これ。昔の YouTube みたいになってる。
昔の YouTube で今のニコニコ動画みたいに。2008年の YouTube 兼2024年のニコニコ動画と同じ画質さ。バイクで来るんだった。今からでもバイク取りに行こうかな。なんかいるくない？誰か。なんだこれ。人が。やべ、画面に人がいる。ね、バイクで入った方がいいならそう言ってよ。なんか雰囲気がなんか歩きっぽいから歩きに来ちゃったじゃん。何これ、怪異がすぎる。あれ払っちゃった。あ、やば、ピームだって。さっきの私が昔やったゲームの名前かな。いや、ちょっとどうしよう。ハイチュウ舐めよう。耐えれないじゃないと、ピーブじゃ耐えれない。金網の音する。なんじゃ。なんでこんな平気なんだよ、こいつは。ペウちゃん。なんか引っかかってるっぽいぞ。あれ？なんか引っかかってるっぽい。ん？え、出れないんだけど。あれ？やばい。出れない。死んでる？これ。あ。ん？出れない。出れない。助けて。ああ、怖かった。怖かった。いやー、怖かった。何こうカメラが。じゃ、入んないの、お前。やばい、持ってかれる体が。これ何？なんだこれ。なんか入れないし。うん、これはメモ。うん？わかんないかも、意味。ランドマーク。これか。ん？ランドマークは何だっけ？これでっかい木の下なのか、今。ビッグシャークだって。あ。これ取っちゃうと消えちゃうのが寂しいね、ちょっと。
あ、わかんないっけ。音楽か、これ。ん、やばい。怖い。クラッシュするかと思った。なんだろうこれ。ん、なんかついたぞ。ん、なんでついた。ランドマークが、光ってるランドマークの位置にサメがいるって。意味がわかんないけど。ここも後々取れるようになりそうだな。マシーンガール。誰かいるんですか？あ、スタートアップシーケンス。コンピューターログオンシーケンス。エネーブルド。ローディング。ハッカー、バイオス、ボイス、オン、フェイススクリーン.exe、ファイル、エネーブルド、ナウ。入りますよ。今めっちゃハッキングしてて、今めっちゃ大事なハッキングしてる途中なんだ。お届け物でーす。わかったわかった。ハッキング中止。お届け物渡したいんで、はしご下ろしてもらえますか。無理。なんで？バカタレ、私は、匿名なの。私は変なの。私は知られちゃいけないの。じゃあ、放り投げればいいですか？ダメー。わかった。じゃあ、その、わかったじゃないな。その、木のバケツ、木のバケツの中に入れればいいの。私はバケツかの。おかしい？ああ、バケツね。ついでになんかバイクに乗っける、なんかくれるって。あ、もう入れた？バイクになんかつけてくれた？あ、あいつじゃん。なんだろうこれ。プレートを置けだって。お皿ってやら手に入ったらやるか。あ、ほらジーマンみたいだね。やばい、落ちれんの？あ、落ちれない。
なんだここ。帰るか。今日の配達終わり。簡単に倒れるんで注意。よし、帰ろう。なんかいる？看板か。ワンデイ。あれ？なんだろう、ワンデイって。30日間いるっていう契約のはずなんだけど。3日目だよ。やべえ、あれ見たかったな。あのなんか会議リストみたいな。うん、ニコラスが喋らなくなっちゃった。なんでだろう。荷物を渡した。チャンス。いや、めっちゃ速くなってる。どうすればいいんだろうこれ。接触できない。お、これいいじゃん。あれなんか光ってない一個。なんだろうこれ。私会員も特にないな。
何かおかしいかもしれないだって、この街は。あのロボットガールは大丈夫だな。怪異全部取り除かないと街おかしくなっちゃう的な。お皿って何だったんだろう。ミッドナイトスナックのためにプレートを置け。ピープが追加されてる。あれ、めっちゃ地味な一日だった。なんかちゃんと見れてなかったかな。あ、13分の9だよ。そんな見つけてたんだ。なんか始まった。なんかドア近くない？おのれ？割とちゃんと走れるし。行っちゃダメだ。自分で自分を押し倒してる。これは一体。不是吗？那，不是那，吗？いい。あ、YouTube のリンクみたいな。YouTube のリンクみたいな。Eye of the Puzzle Master。これがパズルマスターなんだ。Google。パズルマスターの世界についてこられちゃったの、これ。マウスオブパズルマスター。歯並び綺麗だね。透けてる、若干床が。耳でしょ、鼻かな、鼻かて。なんか不気味。何これ、これ、何これ。
何これ、画像がなんか加工されるんだけど気持ち悪く。北条悟る、オルスズ、じゃこれがパズルマスターの世界だとしたら、この穴は何、この穴、パズルマスターの穴大腸みたいになってますけど、パズルマスターの穴に入るか、やだな。自分ちか。I'm Sid Baba Yaga, and I'm fucking awesome. I love magic, I hate flowers and love. Looks like I've gone and fed into my friend. あ、こいつの世界に入っちゃったって。こいつに潰されちゃうって今から。あれ、銃持ってる。え、やばい、なんかちか。やばい、なんか とんでもないことになってる。うるさい、うるせえ。お、しまっ、止めれない、ゲーム止めれない、助けて。うるせえ、この曲好き。Thank you for playing the demo!